変性細胞内寄生体とは別の生物の細胞内でのみ増殖可能でそれ自身が単独では増殖できない微生物のこと。変性細胞内寄生性微生物とも呼ばれこの性質を変性細胞内寄生性と呼びまたこの中で特に新生細菌のグループに属するものを変性細胞内寄生菌と呼ぶ。生きた細胞を使用しないで 人工的に単独で培養することができず、リケッチやクラミジア、ウイルスがその代表例である。リーシマニアの生活感からアザール病を引き起こす。2000年時点で全世界の罹患者数は約1000万人微生物学者のスターは、宿主に感染した微生物が宿主細胞内、細胞外のどちらで増殖するかによって、下記3種類に分類した。 変性細胞外増殖寄生体、細胞内では増殖できず、細胞外でのみ増殖するもの。通性細胞内増殖寄生体、細胞内と細胞外の両方で増殖可能なもの。変性細胞内増殖寄生体、細胞内でのみ増殖し、細胞外で増殖することが不可能なもの。大部分の病原性細菌、真菌、原性生,生物は、 一の変性細胞外寄生体であり、これらが体内に侵入すると、マクルファージや白血球によって、触菌され、これらの食細胞内で、直ちに殺菌される。細胞外にいる時のみ、増殖し、病原性を発揮する。病原性細菌の一部には、食細胞に触菌された後、その殺菌機構をかいくぐって、食細胞内で増殖できるものがある。 これらが2の通性細胞内寄生体と呼ばれるものであり、結核菌やチフス菌などが知られる。これらの病原体は単独で培養することも可能であるが、感染時には主に細胞内で増殖し、それが病原性の発揮につながる。これに対して、変性細胞内寄生体は、それ自身を単独で培養することができないものを指す。変性細胞内寄生体には次のようなものが、 あげられる。変性細胞内域生体が細胞外で増殖できない理由は、その微生物によって異なり、また一部のものについてはその理由が解明されていない。ただしこれまで分かっている範囲では、増殖に必要な代謝能力の一部を持たず、縮主に依存している。細胞外では、不安定ですぐに死んでしまう、という二つのが主な理由であると考えられている。 人をはじめとする動物においては、抗体や補体による液性免疫と食細胞や細胞障害性 T 細胞による細胞性免疫の二つの免疫機構が互いに協調して病原体による感染から宿主を防御しているが、このうち液性免疫の主役である抗体や補体は細胞の内部には入り込めない。そのため弁性細胞内液性体に対する感染防御においては、 液性免疫は病原体に接触してから侵入するまでのごく限られた段階にしか有効ではなく、細胞性免疫が果たす役割が大きい。この問題は通性細胞内寄生体にも共通に見られる。感染症に対する薬剤療法を行う上にも問題が存在する。まず第一の問題として病原体に作用させるためには、 薬剤の細胞内への浸透性が要求されるため、使用する薬剤が限られるとともに、細胞への毒性が強く現れる、危険性が高まることが挙げられる。第二に、特にウイルスでは増殖のための大部分の機構を縮小に依存しているため、その大部分の機構が薬剤治療の標的に使えないことが挙げられる。すなわちウイルスの増殖を止めるつもりが、 正常な細胞の働きまで止めかねないということである。ただし、個々のウイルスについて、その遺伝子の機能が明らかになるにつれ、それぞれにあった抗ウイルス薬の開発が進みつつある。多くの変性細胞内寄生体は、宿主に感染して何らかの病気を起こすなど、宿主に対して不利益をもたらす病原体としての側面が大きい。しかし、 バクテリオファージやプラスミドなど細菌に感染するウイルスでは、これらが薬剤耐性遺伝子や毒素遺伝子の運び屋になって、ウイルスの宿主である細菌の生存に有利になる場合があることが知られている。また、深刻生物の細胞自体が呼吸や光合成の能力を持った細菌が編成、細胞内寄生体として別の細菌に感染することで生まれたという細胞内、 強制説も提唱されている。この説によると、ミトコンドリアや葉緑体の祖先は編成細胞内、寄生体であり、おそらくは呼吸によるエネルギー酸性能を持っているリケッチや光合成を行う卵巣と、それぞれ共通の祖先を持つのではないかと考えられている。ありがとうございます。